その、旅人さん、私、落ち着いて気をしっかりと。私たちのお祭りに興味はございますか？告知を見た時からずっと行きたかったんだ。あやかも興味あるんだろ？はい。あの、笑わないでくださいね。私も昔同じような悩みを抱えていたんです。しかし今はもう吹っ切れました。私は自分の願いを叶えるために心に忠実に生きようと思います。あなたでしたらきっと私のわがままを責めることはないですよね。その私と一緒にお祭りに行ってくれませんか？行く行く。祭りってうまいもんがたくさんあるだろ。それと楽しい遊びもな。よかった。お二方感謝します。今から行けばまだ間に合うかもしれません。そうだな。今日は最終日だ